多めの言葉がまず多めから入る。卵の割るときにこういうところだと殻が入りやすい。うん、それ台湾のところで殻が入る。ああ、いいところです。確かに。あ、カードじゃないんだ。誰にな。あとはカード。形が思ったよりもオムレツっぽかった。半分に折った。見てよかった。へえ。これからロープが作ります。ちゃんと見とかないとね。もう一回作るんですよ。これも見て。そうね、ほら、ここです。こういうね。片手の割り方。片手の割り方。ツーシームのやつ。ツーシームね。もう野球に持ってきて。混ぜるんで割れてもいい。これはもう。本当はあのハンドミキサーとかでやってるんですけど、このね、この混ぜ方、これ僕大好きなの。そこにつけたまま、うん、これ好きなのよ僕。ただこれだけで違うんですよね、ふくら感とか。この音出ないですね。なるべく邪魔なもの。そう、確かにそうだね。まあ、アハちゃんは沖縄出身で弱火。よ、ほらほら、もう全然油の量違うもん。いや、あのバターも入れるんで、この量の油どなたでもなるべく作れるのが今日目指してるんですけど、この辺にこの油がいってるとやりやすくなるんで、ちょっとこの下の平らのところだけじゃなくて曲がってるところにも。ああ。焦がすバターはフィナンシェの部分がしかないんです。出ました。りょうた、その余裕が全くなかった。まあ、バターを上げるとこの泡ちょっとブクブクしてきたなと思ったら、そう、そう僕はここなんです。絶対これしなきゃいけないんです。上手。芸術じゃねえかよ、これ。コンコンってするのは。あはちゃん、かっこいい。ちょっと形をラグビーボールに4個、3個、うわー、ブラボーブラボー。はい、あーちゃん、入りました。サンキューいただきました。ポサを出すんですか。うわー、なんかポサを出すんだ。パセリ、パセリ、これがね、ほら、まだ早いんだよ。